山寺です。今ですね京橋に来ております。これからね久しぶりにね徳田酒店ね行ってみたいと思います。徳田酒店で、ね、ゆっくり飲みたいと思います。はい、今ですね徳田酒店ですね、こちらのお店に着きましたね。こちらに入っていきたいと思います。メニューですね、いろんなメニューがあって、美味しいものがたくさんあると思います。今から入ります。今徳田酒店に来ております。ですね、まずはですね芋焼酎ですね、白波の水割りをいただきました。これでねいただきたいと思います。焼酎マカロニサラダいただきたいと思います。いただきます。マカロニサラダ、これね玉ねぎとシーチキンとねハムとキュウリが入ってます。この中のめっちゃ美味しい、僕の好きなやつです。これネットだけ見てちょっとなんかお風呂でも入ろうかな。できるやつやりたいわ。ツナが入ってたらね結構おいしいですよ。ありがとうございます。すいません、何て言うの、鬼おろしサラダちょっと来ません。うまそうよ、鬼おろしサラダ来ました。すごいですよこれね。何かなと思ったらね大根かな、大根にあと大根おろしがあってアボカドが入ってて、サーモンも入ってますね。私大好きな今日のサーモンのところにいただきたいと思います。これそうでしょう、いただきます。これめっちゃ美味しい、なんとサーモンの脂身もあるし、ただね私ねアボカドの部分もね食べてないですけどね、アボカドもねちょっと食べてみたいと思います。絶対美味しいと思う。アボカドいきますね。口の中でねとろけますね、めっちゃうまい。徳田酒店最高です。ここに私ね店長さんと知り合いでね、久しぶりやなって言ってもらったけど、店長ねなんかね何回か寄せてもらってるけどね、来てねあんまり見えへんかったけど、たまたま今日はねお会いできたからよかったです。最高です。もちろん撮影許可いただきますよ。うまいです。今日はねいいお酒飲みてますよ。たまたまね隣の方でね視聴者さんになってて、めっちゃびっくりしますよ。急に声が出られましてね、ありがたい。あの話です。ハムカツいただきたいと思います。めちゃくちゃ怖いですよ。ハマチの刺身注文したんですけどね、これすごい美味しそうでしょ、たまんないし、ここにちょっとわさびを乗せてですね、これでいただきたいと思います。醤油
たまり醤油ですね。いただきます。めちゃくちゃ脂のパーマルですわ。これはうまいですね。しかも厚切りの身で新鮮そのめっちゃこの今でもね口の中に心地いい脂が入ってます。最高ですわ。ほんまにちょっとね最高すぎて画面も歪んでますけどね。まあまあそこはご勘弁ください。お前で美味しいです。私もこれ入れますわ。ほんまに美味しい。このハマチの油最高です。すいません、白波の水割りお借りいただきますか。すいません、お願いします。当てが美味しいと酒も進みますよね。間違いないね。ハマチ、ハマチね、油のりが良くてね、すごく美味しいですね。いいですね、これね。徳田酒店さん、人気なのはね、うなずけますね。最高、ありがとうございます。すいません、2杯目の、白波です。これめっちゃ楽、ボロローンなんだよ。強いやんだ、あれコロロ音がいて、で、日本酒だよ、焼酎だよね。今日はね、結構話が門真連子めったにね、こう座るところでね、隣に話すことがあんまりなかなかないんやけど、たまたま今日はね、YouTube 見てくれはってる人がね、いてはったんで、結構さっきからね、あれ美味しいお店の情報交換をしてます。二次産層になるね、港屋がものすごいマグロがいらしいんですよ。ちょっと駅からね、徒歩20分ぐらいあるっていう話なんですけど、これはね、ちょっと皆さんぜひ行ってみたいと思いますね。またね、ちょっといつ行けるか分からへんけども、次回うちになるべく行きたいと思います。港屋さん行きたいと思います。いろいろこうやって教えてもらうというのはもうすごい素敵なことでね、感謝します。ありがとうございますって感じです。豚玉煮を食べたいと思います。これね、名前通り豚と卵を煮たやつですね。これ絶対美味しいでしょ。これどう見ても見てみてください。これトロトロで柔らかそうな豚ですやん。これすごいうまそう。いただきますよ。口の中にとろけます。泳ぎ方が変わる。めっちゃ美味しい。不思議ね。卵がね、これ絶対美味しいと思います。いただきます。もう1時間経ってもいいんじゃない。半年ぐらい、17センチ、すごい大きな話。幸せ、美味しいもん食べるとね、まだけてきますね。今すぎて山寺はですね、今カウンターの方に座ってるんですけども、ここはね、テーブル席もあるんですよね。テーブル席も。テーブル席はね、結構ね、4、5人か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 
から5、6人で座るようなテーブル席もね、あってね、こんな感じあるんですよね、なかなかでしょ、うん、まあここはね、結構あののんびりと飲めてね、すごいあのいいお店ですよ、うん、もうね、結構酔ってきました。私ここね、今日はね、今このお店で、ね、3軒目かな、3軒はしごしてるんですけど、結構いい感じに酔ってきましたね、うん、もうね、これ飲んだらちょっと終わりたいと思いますけど、うまい、ね、でもいいですね、酒場っていうのは楽しい、いいですわ、うん、京橋の徳田酒店、よかったら来てもらって、ロムナード店かな、ここはね、最近はね、徳田酒店で飲んできました、もうね、今日はね、美味しいお酒でしたよ、もうちょっと驚いたのがね、隣のね、女性のお客さん2人に声かけられましてね、山寺さんですかとか言って、おっしゃっていただいて、本当にね、たまたま僕のね、YouTube を見てはったということでね。またね、ステッカーを、差しもらっていただき、いただきました。ということです。もうすごいね、嬉しいです。あ、なのでね、皆さんもね、僕をもし見かけられたら、お気軽にお声かけください。いつでもね、声かけていただくと、ステッカーをもらっていただきます。ということです。もしね、よろしければ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それといつもね、見ていただいている方、いつもありがとうございます。感謝しております。ということで、この辺で終わりたいと思います。失礼いたします。ありがとうございました。お疲れ様でした。